矢吹飛行場跡記念碑設された相撲場川を剥がれた大池公園の松。矢吹陸軍飛行場は福島県西白川郡矢吹町に存在した大日本帝国陸軍の軍用飛行場である。かつて矢吹が原と呼ばれたこの地域はソリンが点在する原野であり、キジをはじめ多くの野鳥が生息していた。このような地域性から明治中期に 区内省の岩瀬五両場が開設され、その中心地であった、矢吹村が、矢吹が原と命名された。明治大正期には、貴品の来訪が頻繁に行われていた。昭和初期、航空機に対する内外の関心が高まる中、矢吹が原に草を刈って整地しただけの簡易的な飛行場が建設された。福島県で初の飛行場である。 地元住民の勤労奉仕により滑走路が整備され、1932年から1934年にかけて海軍機及び陸軍機がたびたび飛来するようになった。東飛行場は陸軍の飛行場建設候補地となり、用地や気象の調査が繰り返し行われるようになった。1937年に日中戦争が勃発すると正式に陸軍の所属となり、 熊谷陸軍飛行学校や武器文教書として、総縦要員の要請が開始された。太平洋戦争の勃発で、1943年頃から、もっぱら特攻隊員の要請が行われるようになり、隊員はじめ軍人が多数来待ち、訓練を終えた隊員が多数戦場へ飛び立つようになった。終戦直前に飛行場は、米軍の爆撃により破壊された。 全国でも稀に見る小規模自治体の空襲被災であり、戦後、この地からは多くの不発弾が発見された。このような経緯から、現在でも地元の住民はこの地域を飛行場と呼ぶことがある。福島県西白川郡矢吹町一本目、ありがとうございます。